ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきますが、さて今週の火曜日にですね、東京で、大変に痛ましい事故がありました。あの車の後部座席にいた2歳の女の子がパワーウィンドウに首を挟まれて亡くなるという、本当にね、痛ましい事故でしたけども、この片永さんはですね、現場のすぐ近くにお住まいなんだそうですよ。今日はまずこの話題からということです。片永さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。もう本当によく通る道で、私もあの同じ年頃の孫娘を乗せて走ることがあるんで、とても人事とは思えないというかですね、少子さんおっしゃる通り、もう痛ましいというほかありませんよね。痛ましいね、何でもないですよね。で、あの今日この件を、お話しするにあたってまずお伝えしたいのはですね、司法以外の何者もお母さんを裁くことはできないということですね。あのネット上には厳しい声も、ありますけれども、こういう形でお嬢さんを亡くして誰よりも自分を苛んでいるのはきっとお母さんだからだと思うんですね。あの警察はおそらく事情聴取後に返したはずですけれども、多分保護対象になっているんじゃないかと思うんですね。あのどんな思いで今を過ごしてらっしゃるのかですね、想像するだけで辛いですよね。というのも、あの私事になりますけれども、実は私も不注意で子供を亡くしかけたことがありまして、あの次男が2歳の時だったんですけれども、あの家族で出かけたプールで、あの先に水着に着替えさせた長男と次男が、更衣室飛び出していってですね、私が着替えて追いかけた時にはもう3歳の長男は浮き輪をつけて飛び込んでて、ダメだとは言ってたんですけどね、次男を探してたらプールの底に沈んでいるのに、よそのお子さんが気づいて、で、あの引き上げられて、奇跡的にですね、その場に救急隊員の方が休みで来てらっしゃって、それで人工呼吸で息を吹き返して助かったんですけれども、ああいう時、私はダメでしたね。何もできずに、で、あと長男が泣きながら自分の頭をガンガン殴って自分を責めてたんですね。僕が飛び込んじゃったからみたいなことを言って。だからあれでもし助かってなかったら家族はどうなってただろうと考えることがあります。だからなおさらお母さんの気持ちを思うと辛いんですね。そうですよね。じゃあ話すなよと思われるでしょうが、あの、それでもお話しするのは、その再発防止。それこそがこの事故から私たちが考えるべき、ただ一つのことだから、だと思うからです。車の中でラジオを聞いてらっしゃる方も多いであろう時間帯ということで、くどいですけれども、三つの約束事を再確認したいと思います。一つはチャイルドシートの正しい着用です。道交法は6歳未満のお子さんを車に乗せる場合、チャイルドシートの着用を義務付けてます。ただ、着用っていうのはただ座らせることじゃなくて、シートベルトを締めることまでを言います。うちの孫も嫌がりますけれども、じゃあ乗せられないよって言ってベルトをつけるんですね。これから暑くなるとなおさら子供は嫌がるんですけれども、うちは3歳になったんで自分でつけるように言って、できたら褒めてあげようと思っています。ただし、自分で外しちゃダメだよっていうふうに言わないですね。で、6歳を過ぎても、助手席はもちろんですけれども、後部座席でもシートベルトをつける癖をつけなきゃいけないと思うと、これまず率先して大人がつけなきゃですね、後部座席はですね。で、二つ目は、子供が自分で窓を開け閉めできないように運転席でロックをすることですね。最近の車は走り出すとドアは大抵自動でロックされますけれども、窓はロックボタンを押す必要が あります。どこにあるのか、私もあのニュース見て慌てて確認しました、もう一回。そして三つ目は、子供を乗せているときに、走行中はですね、窓の開け閉めをしない方がいいということですね。チャイルドシートは基本後部座席につけますから、運転中に後ろを見て前方不注意になるのも危ないし、見ないで開け閉めするっていうのももちろん危険だからです。今回の事故が教えてくれたことを忘れないということ、それだけが私たちのできることだと思います。そうですよね。で、そこでこの際ですね、時節柄の交通事故対策についてもお話ししたいと思います。
雨です、うん、あの福岡など北部九州の梅雨入りは平年値で6月の4日です、はい、もう間もなくなんですけれども、そうですね、はい、あの JAF 日本自動車連盟の調査によると雨の日の事故件数って晴れた日のおよそ5倍に増えるそうなんですね。理由は、まあ、視界が悪く、路面が滑りやすくなっているっていうのが、まあ、大きいんですけれども、さらに、あの、歩行者や自転車を見落とすことによる事故も多発してますし、うん、あの、歩行者側もですね、傘でよく見えずに、こう、出てきちゃうみたいな、はい、こともあるんですね、うん。で、原因別に見ていきます。はい。まずは、雨の日の事故原因で最も多いスリップです。うん、これぜひ見てほしい動画があってですね、うん、あのスマホやパソコンで JAF、JAF ですね、はい、雨の事故で検索すると、うん、雨の日に増えるのはどんな事故ですかっていうページが出るんですけれども、うんうん、その後半にある雨天時、雨の日に初めてわかる摩耗タイヤの危険性っていう動画が出てくるんですね、はい、で結果を言うと、あの濡れた路面を時速100キロ、まあ、高速道路ぐらいのスピードですね、うん、で走っていた時の制動距離、ブレーキを踏んでから止まるまでの距離は、うん、新品と五分山のタイヤは、まあ、50メートル前後なのに対し、もちろん新品の方がいいんですけれども、うん、これ二分山になると一気に 70.5 メートル、20メートルも伸びるんですね。ほう、はい、だから例えば高速道路で前方に突然停止車両が現れたり、まあ、突然何かの原因で渋滞が起きたりしてた時に、これなかなか20メートル止まらなかったらアウトで突っ込みますよね。そうですよね。はい。摩耗してないタイヤでも50メートルは。50メートル。で、そうなんです。二分山だと70メートルですから、20メートルも伸びちゃうんですね。はい。で、またあのカーブでは別の要素もあってですね、時速60キロで曲がりながらブレーキを踏んだ時に、止まるまでの距離ってね、あんまり差がないんですけれども、車体が横滑りして外に膨らむ幅、これが違いまして、新品だとまあおよそ1メートルぐらいなのに対して、五分山だと 1.9 から 2.2 メートル、二分山だと 2.2 から 2.6 メートルで、これ2倍前後に増えるんですね。はいはい。これがガードレールなどへの接触事故が増える原因で、で、まあ、ガードレールならいいんですけどね、そこに人や自転車がいれば人身事故ですよ。そうですね。はい、横滑りしちゃうんですね。で、あの、JAF によるとスリップ事故が起きやすくなるのは時速60キロ以上なので、はい、雨の日は、まずはスピードを控えると。はい。で、あと、今言ったように横に膨らみますんで、急ハンドルは避けると。はい。で、その前提として、溝の残っていないタイヤは、これ、うん、梅雨入り前に変えておいた方がいいんじゃないでしょうか。そうですね。はい。で、そして次に多い原因が視界不良です。はい。はい。雨粒で窓やサイドミラーが見えにくくなって歩行者を見落としたり、で、さっきも言いましたけど、歩行者側も傘で視界が狭くなって、車に気づかずに車道に出たりするんですね。はい。はい。特にお子さん危ないんですけれども、はい。対策はまず、歩行者に車が来ていることを知らせるために、少しでも暗いなと思ったら、ライトをつけることですね、うんうんうん。で、その上でドライバー側は、これ、窓やミラーをきれいにしておくことで、うんうん、私もあの、以前、台車で古い車を借りたときですね、ワイパーは効かないわ、窓もミラーも油膜で見えにくいわ、と怖い思いしたことがありますけれども、実はこういう車結構見かけます。はい。はい。あの、ワイパーに吹き残しがあったり、窓がギラギラしてたり、で、窓が中から曇ってたりする車いますよね。そうですね。思い当たる方はですね、まずワイパーブレードを交換して、窓は、あの、外の油膜を取るだけじゃなくて、うん、内側もきれいに空拭きしておくと曇りにくくなります。はい。で、あとサイドミラーは油膜を取った上でスプレーで撥水コーティングしておくと安心です。はい。まあ、おそらくですけれども、全部で1万円もかからないはずですから、安全を買うと思えば、安いものだと思います。うん、はい。以上、ここまでがあの、東京での痛ましい事故をきっかけに、リスナーの皆さんに改めてお伝えしておこうと思った交通事故対策です。はい。あの、事故は本当に人の一生を変えかねませんので、私も改めて心をしようと思いました。はい。そうですね。で、ごめんなさい。今日ね、ここからはね、全く違う話題を一つ取り上げたいんですけれども、はい、それはバレーボールなんですね。バレーボール。
はい、ネーションズリーグ、え、何を突然と思われるんでしょうか。はい、今おっしゃった通り、いよいよ6月からのネーションズリーグ、あの福岡に来ますよね、北九州ラウンド、はいはいはい、で特に女子はオリンピックの出場権をかけた天王山ですけれども、うん、あのこれを前に先日ですね、スポーツ日本新聞社主催のフォーラムに男女の元日本代表、あの福澤達也さんと荒木絵里香さんが登壇されて、はい、まあ、どっちもレジェンドですけど、うん、あのね、見どころをたっぷり聞かせていただいたんですよ、これが本当に面白かったんで、これ聞くと聞かないじゃ、あのテレビ見る楽しみ違うなと思ったんで、一部をご紹介させていただきました。はい、そこに資産の了解もいましたんで、はい、でまずは女子からなんですけれども、はい、山はズバリですね、6月13日の対カナダ戦のようです、うん、はい、日本は、今のところ世界ランキング8位でカナダは10位なんですが、うん、このカナダ戦の後はですね、ランキング上位のセルビアとアメリカ戦が残ってますから、うん、なんとかここで出場権を確定したいところなんですね、はい、これ逃すとプレッシャーかかりますからね、うん、とはいえ今大会カナダは中国にも勝つなど絶好調ですから難敵なんですね、だからまさに大一番になりそうです、はい、で、あのチームのダブルエースはキャプテンで大黒柱の古賀紗理那選手と、うん、イタリアリーグで急成長した石川真佑選手ですけれども、はいはい、荒木さんがキーに挙げたのは林誠選手なんですね、ほう、はいはい、ライト側の守備でチームを安定させて攻撃にも参加するしバックアタックもあると、まあ、つまりオールラウンド、でライト側のバックアタックがあるとレフトサイドの古賀選手と石川選手が楽になって決定力が上がると、でクロート受け抜群でですね、監督が絶対欲しいと思うタイプの選手なんです、もう絶賛してました荒木さん、はい、なので注目したいと思います、はいはい、でこのバックアタックに関してなるほどと思った解説もあったので補足しますと、はい、相手の前衛でブロックに飛べるっていうのは、まあ、最大3人じゃないですか、はい、そうですね、それに対して日本が前衛の3人に加えてバックアタックを打てる選手が1人できれば2人いるとですね、うん、これ3対5みたいな数的優位に立てるんですね、ほうほうほう、相手のブロックどこを止めたらいいかっていう、うん、だからみんなで攻撃を仕掛けるという状況が大事なんだそうです、うん、ただあの日本は平均身長で劣るので、これ緩いサーブで簡単にトスを上げられると相手のまあでセンターの大きなプレイヤーとかがパンって決めちゃいますので、だから強いサーブがもう絶対必要で、そうするとチャンスで失敗することもあるけれども、あーみたいにがっかりしないでほしいというのを荒木さんおっしゃってました。これはナイスチャレンジなんだそうです。なるほどね、だからサーブのなんか角度がね、あの下がる、あのけどもそれはそういうところであのいかないと勝てないってことなんですね、サーブを強くしないと。そうですね、チャンスほど、まあ、向こうにとってはピンチですから、あのしっかり出てくるわけですけれども、うん、そこで緩いの打っちゃったらダメなんだとかですね。わかりました、うん、なるほどね、しかと見ようそれね。とはいえなんか ね、ここでっていう時に、まあ、それでねアウトになっちゃったりすると、うん、あーって思っちゃいますけど、はいはい、思っちゃいけないそうです、はい、思っちゃいけない、ナイスチャレンジですね、うん、はい、で次に男子です、はい、あのこちらはすでにオリンピックの出場権は確保してますけれども、うん、今回の結果はオリンピックの組み合わせに影響するそうで、うん、メダルを目指すにはとても大事な戦いだそうです、うん、はい、はい、で、福澤さんのお話でですね、最も興味深かったのが、うん、もしパリで日本男子がメダルを取れば世界のバレーのトレンドが変わるっておっしゃったんですね、でどういうことかというと、日本男子は昭和の時代、もう50年以上前ですね、うん、A クイックっていう技を生んでバレーを変えました、はい、その後21世紀になってアテネから北京のオリンピックまではブラジル全盛の高速バレー時代だったそうです、はい、なんとブラジルはトスからアタックまでの平均が 0.8 秒だったそうで、はい、うん、これだとですね、さっきの女子もそうなんですけども、うん、セッターに綺麗なボールが届くと一発で決められるので、うん、高速アタックを封じるために生まれたのがサーブバレーなんだそうです、うん、高速サーブでレシーブを乱す戦い、これがロンドン、リオデジャネイロ五輪まで主流になるんですね、はいはい、これと高速バレーの、まあ、組み合わせといいますかですね、うん、でそして今
サーブはもう早いもんだっていう前提で、じゃあレシーブが崩された時にどう戦うかという段階に来ているんだそうです。はあ、なるほどね。はい。それがつなぐバレーで、これ原点回帰ともおっしゃってましたけれども、福澤さん、かつて日本のお家芸と言われたのはレシーブでしたよね。はい。レシーブから細かいプレーで攻撃に転じるっていうバレー。このつなぐバレーが、まあ、次のトレンドになると。ほう。例えば、高いブロック、相手がもうとんでもない高いブロックときには、あえて柔らかく当ててボールを一旦戻して、で、2本目のアタックで決めるとかですね。ほうほう。こういったプレーを最も精度高くやっているのが日本男子で、だからもしパリでメダルを取れば、そういうつなぐバレーっていうのが間違いなく次のトレンドになると福澤さんはおっしゃったんですね。だからバレー見るときに。得意な形ですね。そうなんです。はい。だから、日本が調子がいいのは、ラリーやボールがつながってるときですと。なので、そこ見ておいてくださいともおっしゃったんですね。なるほど。はい。なかなか決めきれないなじゃなくって、ラリーが続いてるときって、あ、今日の日本男子調子いいぞっていうことなんだそうです。なるほどね。わざとそうしてるね。はい、そのブロックにもゆっくり一発で決めるっていうのはやっぱり身長差が10センチとかある中でなかなか難しいんで、繋いで繋いでということですね。はい。はい。ということで、見どころいっぱいのこのネーションズリーグ。テレビ放映は RKB さんですね。はい。はい、そうですよね。楽しみにしておりますので、はい。皆さん、ぜひ、6月はネーションズリーグに。はい。そうね。盛り上がりたいですね。それでまた、ね、パリオリンピックにもね、女子はね、行ってもらいたいと思いますね。はい。はい。教えてガタナガさん、元サンデー毎日編集長ガタナガ秀一郎さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ここで、Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。